ディアーダナシュナルダ・カタルーニャは毎年9月11日であり、カタルーニャ州における祝祭日である。単なるディアーダだけでもこの祝祭日を指す。日本語ではカタルーニャ国民の日やカタルーニャの日やディアダなどと表記される。18世紀初頭のスペイン継承戦争でカタルーニャ君主国はスペイン帝国と戦って敗れた。バルセロナが包囲されてから14ヶ月後、 1714年9月11日に、ついに、カタルーニャ地方の首都バルセロナが陥落し、1716年のヌエバ・プランタ直例によってカタルーニャは自治権を喪失した。公的な場でのカタルーニャ後の使用禁止など、カタルーニャは中央政府に様々な報復措置を受けた。バルセロナ陥落の日を由来として、1886年9月11日に、初めて、 カタルーニャ国民の日が記念された。一般的には戦勝日や独立日が国民の祝日となるが、カタルーニャでは過去の屈辱を忘れないために歓楽日が国民の祝日となったのである。スペイン内戦後の1939年にはフランコ独裁政権によってこの記念日は抑圧されたが、民主開港期の1980年にカタルーニャ州政府によって復活した。 ムラレス広場バルセロナ市街地における、フサールダラスムラレス広場の一枚年9月11日の、カタルーニャ国民の日、カタルーニャ独立を標榜する組織や独立を施行する、政党は、スペイン継承戦争時に、スペイン帝国のフェリペ5世異軍に対抗する、カタルーニャ軍の総司令官だったラファエル・カザノバと、ジュゼップ・ムラゲス・イマス将軍の銅像に花束を捧げる。 カタルーニャ民族主義者はデモ行進を組織しバルセロナのフサールダラス・ムレラス広場でスペイン継承戦争の英雄を追悼するバルセロナ以外のカタルーニャの村々でも文化行事が行われ多くの市民がサニエーラやアスタラーダを揺らす2006年にはカタルーニャをネーションと定義した新たなカタルーニャ自治憲章が承認されたが2010年には スペイン憲法裁判所がこの自治憲章の一部を違憲であるとし、違憲判決が近年の独立運動に火をつけた。ヨーロッパの新国家、カタルーニャ2012年9月11日には、カタルーニャ国民会議がバルセロナ中心部でヨーロッパの新国家、カタルーニャをスローガンとする大規模な独立デモを組織した。カタルーニャ各地から約150万人が参加した。この デモの参加者の大半は政治活動家などではない一般市民だったことが最大の特徴である。カタルーニャ私学者の田沢幸は杖をつく高齢者、お腹の大きな妊婦、子供を肩車した父親、木陰でおむつを替えたり授乳したりする母親などの姿があったとしている。このデモは近年初の大規模民族主義デモであり、その規模の大きさが世界中でニュースとなった。日本では NHKBS1 の国際報道番組ワールドウェーブでデモの特集が組まれている。このデモによってカタルーニャ独立の機運が高まり、アルトゥールマス首相率いるカタルーニャ州政府は衆議会選挙を2年近く前倒しして実施し、独立の賛否を問う住民投票の実施に向けて本格的に動き始めた。カタルーニャ独立への道2013年9月11日には、 カタルーニャ独立への道というデモが組織された。これは、バルト三国がソビエト連邦から独立を果たした際に行った人間の鎖に類するものだった。約160万人のカタルーニャ市民がカタルーニャバターを掲げながら、バルセロナ陥落の1714年にちなんで17時14分に手をつなぎ合った。スペインフランス国境をわずかに超えた北カタルーニャの村を北端とし、 カタルーニャ州イコールバレンシア州境までの約4 0 0トルを結んでいる。カタルーニャの道2014-2014年のディアーダは1714年から300年の節目の年であり、9月11日には V 字上に交差するバルセロナのカタルーニャにカ曜通りとディアグナル通りにおいて、勝利、投票、意思などを意味する V 字を作るでも、 カタルーニャの道2014に180万人以上が参加した。単に V の一文字を作っただけではなく、サニエーラと同じ黄色地に4本の赤線の V 字を作っている。一文字に参加したいカタルーニャ市民は事前登録を行い、あら ASL ホラと書かれた黄色、または赤色の T シャツを購入し、指定された時刻に指定された場所に並ぶという極めて組織的で、 秩序だったデモだった。11月9日に非公式に行われた独立住民投票ではカタルーニャの独立を支持する投票が80%以上を占めた。カタルーニャ共和国への自由の道、カタルーニャ共和国の成立を目指して2015年9月11日に開催されたデモには約180万人が参加した。30カ国から著名人が招待されたほか 各国に移民したカタルーニャ系人も参加するという国際的性格を持ったデモだった。ありがとうございます。